日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、というわけで今日はこちら、ケンタッキーフライドチキンのチーズに溺れるフィレバーガー、チェダーとラクレット、チーズパイ、エッグタルトを食べていきたいと思います。本当にチーズに溺れられるのかな、それとも、ま、食べてみればわかりますね。ではいただきます。まずはチェダーチーズに溺れていきたいと思います。溺れるというだけでたっぷり入っているように見えるんですけど、実際どうなのかな。ではいただきます。うわー、チーズが本当に濃厚だわ。これバーガーのソースはもちろんなんですけど、パイも結構チーズが強いですね。だけどピザとかとはまた違ってて、なんだろうな、口の中でとろけるんだけど、なんかドロッとはしてない、ドロッとじゃなくてトロッとに近いような、いや何が違うんだって言われそうですけど、だけどやっぱり違うんですよね。うわー、こういうチーズの海なら溺れてもいいかも。いや溺れて、まあ、それでうわーってなっちゃったら他の食レポとかできなくなっちゃうんで、それはそれで困るか。だけど本当に溺れそうになるぐらい美味しいチーズソースでした。パイやエッグタルトもしっかりと味がありますね。もっといろいろ食べたいな。詳細な感想はこの後。ごちそうさまでした。最初に食べたチェダーチーズバーガーはのチーズがかなり濃厚で、口の中でブワッとコクと旨味を広げてくれましたね。溺れるという名前の通りたっぷりのチーズソースが入っているので、美味しいんですけど、ちょっと噛むた瞬間に突き出してきたりして手についたり、食べづらさがあるのは否めなかったですね。そしてこちらのですね、ちょっと待ってくださいね、ラクレットチーズはチェダー以上にもうはみ出しがすごかったです。だから4時間以内に食べてくださいって書いてあるんですけど、そもそも4時間妙な持ち帰ってたら、その持ち帰ってる間にチーズが悲劇になりそうな気がしますわ。なのでもう本当に店内です、あるいは車の中ですぐに食べることを私はお勧めします。ラクレットチーズの方はチェダーに比べるとチーズがさっぱりあっさり系で、これはまた違った旨味がありましたね。あっさりいただけるので、濃いのはちょっとという人はラクレットの方がいいかもしれません。次はこちらのチーズパイ。チーズ、このチーズパイも結構塩気がかなり効いていて、どちらかというとおや食後のスイーツよりもおつまみや主食として食べるのにおすすめなチーズパイです。なんかな、今回ハンバーガーと一緒に食べたんですけど、チーズパイはチーズパイとして別に食べた方がいいかもしれない。スイーツとして食べるなら最後に自分食べたエッグタルトがおすすめです。甘くてトロンとしたカスタードがサクサク生地のパイ食感、パイ生地とよく合っていました。パイ食感でなんだです。今回食べた中だとラクレットチーズバーガーがあっさりしている中にもコクがあって、チーズの旨味を一番感じられる商品かなと思ったので、代表として5点とさせていただきます。ただ本当こぼれるのでそこだけは注意してくださいね。チーズ溺れるバーガー、なんか X で見て気になっていたんですけど、食べることができてよかったです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。